はい、お拙者の一つの、スポーツの神様です。飲みの宿根神社、そこは豊国神社、そこは一夜松社、長寿の神様ですね。皆さんスルーしてますけど、本当に、ね、こういうとこスルーしてたらいいです。本当に本殿参拝しかお見にないですからね。こういうとこ来ると神様にね、ご利益があるんですけどね。